位でゴールする駒大アンカーの篠原幸太郎イコール出雲ドーム前出雲全日本大学選抜駅伝競争14日出雲大社正面鳥居前から出雲ドーム前イコール6区間 45.1 キロ大学3大駅伝の開幕戦。國學院大が2時間9分24秒で2019年以来5年ぶり2度目の優勝を果たした。大会3連覇を狙った駒大は40秒差の2位となった。駒大は6区間中3選手が出雲初出走、注目ルーキーの桑田俊介1年が首位と15秒差の6位で滑り出し、2区の帰山雄大3年も区間4位と食らいついて6位でつないだ。3区で前回区間2位の山川拓馬3年が今年も区間2位の好走でチームを2位まで押し上げると、4区で出雲市出身の伊藤碧唯3年が区間3位の走りでダッシュ。大学3大駅伝初出走の島子幸雄2年が5区間2位のデビューを果たし、首位の國學院大と4秒差の2位でアンカーの篠原幸太郎4年に襷が渡った。篠原は1キロ過ぎで國學院大の主将平林清澄4年に追いついたが、4キロ過ぎにスパートを仕掛けられて突き放された。篠原は大会2週間前に屋外5000メートルで日本人学生記録となる13分15秒70をマーク。藤色の絶対的エースとして頂点を狙ったが、エース対決で敗れ、レース後は申し訳ないと繰り返して号泣。自分が弱かったと悲痛な表情でつぶやいた。藤田敦史監督は、とにかくいい位置で篠原につなごうという思いでやっていて、篠原で負けたということであれば、チームとしてしょうがないと思いやった。普段、篠原を指導する大八木弘明総監督は、もうちょっと冷静に、勝つことに執念してほしかった。プライドで脇にやって引っ張ったりする必要はない。後ろあたりで我慢しながらやっていていくときには1回で引き離していければいいのに、余計な動きをして反対に平林にやられたと分析。今後に向けて用意どんのトラックはまあまあ走れるけれど、一人で走れる力をつけてほしい。うちは彼がエースだから、あいつが走らなかったらダメだからとエールを送った。駒大卒業後は本大会協賛の富士通の実業団チームに進み、引き続き大八木総監督が率いるエリートチームグゴートで駒大を拠点に世界を目指していく。